というのはね、うん、この場所的事故っていう言葉が出てくるんですね、はいはい、でこの場所的事故っていうのは、うん、京都大学の西田育太郎という、はい、京都大学だと思いましたがこの哲学の先生が唱えたもので、はい、この場所的事故っていうのは西田育太郎が禅の研究という本でこの場所によっていろんな事故が出てくる、うんうん、でそこの事故に場所に合わせた自分っていうのが何個か自分の中にあるっていうのが場所的事故、うんうん、で人はそれぞれ場所的事故っていうのを持っているよ、うんうん、でそのそれぞれの場面での自分っていうのが全部自分だと、うん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 、っていうようなこと言っていて、はい、あもうこれ人はパーフェクトだって言ってるなと思ったんですよ違うのかな、いや分かんないですけどね、場所的事故とは、うん、事故を外界との関係性によって理解する事故のあり方の一つですと、うんうん、具体的には事故が体を通じて周囲と環境の関わりを持ち、うん、体を通じて事故と外界の境界線、うん、バウンダリーを感じることができるという考え方ですと、うんうん、西田育太郎によれば場所的事故は、事故のアイデンティティを形成する上で重要な役割を果たしていますと、うん、事故と外界の境界を明確にすることで、うん、自分という存在の実在と他者との違いを感じることができるため、うん、このいろんな場所で他者と自分っていうのを感じ取ることで自分のアイデンティティを確立することができると、うん、で場所的事故は体や感覚を通じて直感的に理解することができるため、うん、言葉や概念にとらわれない自己理解を可能にするとされていますと、うんうん、というのがあって、うん、僕の中では今、うん、生きてるのであれば、うん、もうそれで完璧なんじゃないっていうふうに今思って、はい、多幸感があるんですけど、多分これは僕だけですね今、うん、この多幸感を得ているのは僕の感覚はそれがデフォルトですからね、今生きていける問題ない。なるほど。何か苦しむことあるの？僕の場合は、この考えを得た上で、うん、ああそっか、結局場所的事故っていうのがあったり、うん、要は普段自分と思ってるのがあって、うん、この自分がどうにかいかないときに、うん、全く使ってない自分がゴロンと出てきて、うん、意識してないような動きをしたりすることがある、うん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 、っていう機能も自分を守ってくれてるんだと思うと、うん、なんか素晴らしいって思うんですねああもう守られてるじゃんって、はい、っていうこの感覚をみんなが持てばいいんだよって今日動画を撮る前に思ったんですけど、はい、隊長のこの反応を見ると、はい、あ違うんだって多分違うまた今違うのを喋って、うん、と怒られるってその人もいるんじゃないですかって感じですよね。人それぞれどう受け止めるかは、それが素晴らしいんだって思うことで、あ僕そもそも多分心が病んでないというか、僕が病んでるみたいじゃないですかなので素晴らしいんだって思ったところで、はい、だから何なのかみたいな感覚がある。素晴らしいとか素晴らしくないとか何か役に立つのかみたいな、素晴らしいんだと思うことが素晴らしいんですよって僕は思うので、で多分素晴らしいって思うことでなんか心が軽くなるみたいなことですよね、はい、きっとそういうピープルはいますよ。でそういう人には多分いいんじゃないかなっていう。何ですかそのいいんじゃないかなって投げやりな、別に投げやりというか、なんかそういうことなんじゃないかなっていう。なるほど。いろんな人がいてどう感じるかは人それぞれみたいなところがあって。なるほど。あ、舞さんごきげんよう。ごきげんよう。ISFP ですと。大変ですか、生きづらいですかね。どんな時がどんなところが生きづらいかをちょろちょろっと。この、まあ、最初の説明がそれでしたよね。敏感に感じ取っちゃうから生きづらいって話ですよね。
あとは自己表現に自信が持てないと、うん、要はいろんなことがわーって心の中 で、うん、でそれサイケデリックの花が咲いてるんですよ。でうまく表現できないからなんか他者がこう微妙な反応したりするとそれによってあってみたいな感じかなっていう。もうやるしかないっていうのはごめんなさい、これはもう僕分かり簡単に言うなですよね。それはあそう僕的にはそんな気にしなきゃいいんですからねやっぱね出すと、はい、出すと言われますよね、うん、言われます言われますよ言われますけど、うん、もう気にしないしかないですもんね。言いたい人は何でも言いますもんね、うん、誰にでも、でもそれは僕とかだからそうやって思うだけの話で、はい、それによって傷つくっていうタイプだから生きづらいみたいな。でもそんな時にも、うん、あなたのシャドウがキリッと出てくるわけじゃないですか。シャドウが出てこない時が、まあ、あるわけじゃないですか。だとこれをね、うん、なんかそのこのユングが言う中年の危機っていうのは、うんはいはい、自分が持ってない部分を、うん、あ必要だと思って、うん、取りに行く物語なんですよね、はい、このイーヨーズってあるじゃないですか、うん、白いマガ玉と黒いマガ玉が、はいはい、あれってこの陰に入って、うん、あの明るいところに行ってまた暗いところに入ってっていう、うんうん、ぐるぐるするあの円環運動だと、はい、人はそうやってここで登っていくんだと、うん、だとするとどこかで多分、まあ、シャドウに気づくのか自ら取りに行ってそれを使うようになるのかで、うん、なんか出せるようになるといいですよね、まあ、なんかこう多分シャドウが出てきた時に、はい、うまくいくパターンとかを経験するんじゃないですか。失敗するパターンも経験しそうですし、あ、なるほど。で失敗したパターンは多分我慢したりとか、あこれやると失敗するなとか、うまくいったパターンがあればそういうのはあこれはうまくいくんだみたいなのを学習していくなんか頑張れっていうのも簡単な言葉なのでなかなか言いにくいんですけど、うん、あだからシャドウを否定すると生きづらいのかもしれないですよね。やっぱり邪魔するのは我ですね、自我、うんシャドウが出てきたときにいやそれは違うってこうやっぱこの自我がやっぱね結局自我なんですよ、はい、我なんですよ、うん、老子を学びましょうですかね。老子はなんか偉くなろうとしちゃダメだとかねはい、はい、あの名前をつけるなって言うんですよね、うんうんうん、感情とか気持ちに、うん、善悪をつけるなって言うんですよ、うん、いいがあるから悪いが出てくるまあ難しいですけどね、はい、これはね、はい、あブーヤさんごきげんよう。ごきげんよう。シャドウを受け入れるかシャドウに対立するかが人生の転換点になり得る気がしますと。そんな感じしますよね。で要は今日はなんでこのお題にしたかっていうと、私がこの論理的に考えてね、うん、このチャンネルを伸ばすには、うん、一番見てくださってる層に向けてやるべきだと思ったんです、うんうん、で今この我々のチャンネル、うん、一番層が層として多いのは、うん、女性が7割、うん、で見てくださってる年齢層が24から35の女性なんですね、うんはい、って考えると、うん、多分今見てくださってるこの今コメントくださってる方も、はい、おそらく女性でこの辺の層なんですよ、うん、この今生きづらいとかって思ってるんだとしたら、はい、多分その辺で苦しいと思ってるのかなと思うんですね。その辺でこはこの要は私じゃないっていう部分が出てきて、うん、私がやりたいでも違う私がみたいな私合戦で苦しいと思ってるのかなと思うんですよ、うん、そうなんですかね。で僕はそうだって決めて、うん、で僕が今若干楽だと思っているのは、うんあ僕が出てきて、うん、でも違う僕が出てきて守ろうとしてくれてるなら、うん、全部僕でハッピーじゃんっていうのが伝われば、はい、ちょっとは楽になるのかなと思ったんですけど、うん、体調がなんか半笑いなので違うんでしょうね。あ待って違わないですよ、はい、そういう人もいるって話でそうじゃない人もいる、はい、守ってくれてるんだって言って状況変わらないじゃないですかみたいな感覚ですよ僕。お金がない困ってんのに、はい、守ってくれてるんだでは何の解決にもなってないみたいなっていう現実的な課題がね。そうで僕が悩むのはもう現実的な課題しかない、はい、多分まあ本
当にストレス溜まってくると精神的に出てくる、はい、っていうのはあるので、多分その辺では楽になるのかもしれないですけど、はい、普段の悩みはまあ現実的な悩みしかほとんどないみたいな。場所的事故は例えば本来は内向的で友達なんかいらないと思ってても、学校でやたら社交的に振る舞うとか、そんな感じですかっていう、この例も挙げていって挙げたとしても、うん、要は友達とはいらないと思ってても、うん、学校で社交的に振る舞ってる、うん、これ僕の中では、うん、両方とも僕じゃんなんですよ。僕ですよ、両方とも僕で、うん、僕が生きやすいようにバランスを取ってるんですよ、うん、でそういう話ですかってことじゃないですか。で僕はそういうことで、うん、みんななんていうんだろう、パーフェクトにできてるじゃん機能として完璧じゃんと思ってるんですけど、多分これを読んでなんか本当は私は友達なんていらないと思ってるのに、学校行くと合わせなきゃいけない、行きづらいっていう人はいると思うんですね。で僕はそれを見て、いや違うじゃん、行きやすいようにしてるじゃんって思うんですよ。僕間違ってますかね。解決になってないって隊長は言うんですよね。ここの話と合ってるのかなって話ですねなるほど、はい、YouTube は難しいですね、うん、僕はその一歩先の話をしてんじゃないかな、はい、二等兵がこれってこういう状況のことですかって聞いてるから、はい、あそういう状況のことですねみたいな回答なのかなって僕は思ってたら、その先の話をしてるのかなみたいな。でも難しい、はい、あ、KK さんごきげんよう。ごきげんよう。最近興味を持っていたらたどり着きましたと。ありがとうございます。 ISFP です。行きづらいですかねでも完璧なんですよ本当は完璧のはずなんですよ、うん、がなんかでかといって僕が行きやすいかというと行きやすいわけじゃないんですけど、うん、たまにこの多幸感が訪れるんですね、うん、完璧じゃんに人って完璧にできてるじゃん、うん、ってなるので、なんかこれが共有できたらなと思うんですよ。はい、はい、行きづらいと思ってなければ全然もう、うん、その秘訣を教えてください。はい、あ、カオルくんは20代で悩み10年かけて出た答えは自分のありのままをゴリ押しするのが解決の近道、うん、変に相手に気を使うのが良くないなと思ったりとっていう、多分これもなんて言うんだろう、要は自分だと思ってる自分も、はい、うん、自分じゃないと思ってる自分が出た時も、うん、自分をゴリ押しするのが正解って言ってるっていう意味では同意です、うん、はい、はい、まあ、経験上って話ですよね。要は無理にこうやって合わせてこういうなんか作ってやったけどうまくいかなくて、もう素でやったらそのまま結構うまく、そのまま思ってたよりもまずいことにならなかったみたいな。で多分カオル君は絶対にこんな言い方をしないと思いますが、うん、とてもスピリチュアル的な言い方で言うと、あなたはあなたでいいんだよっていうことだと思うんですよ。はい、何ですかその冷めた灰はあなたはあなたのままでいいですよ。いやもっと心を込めて気持ちで言ってくださいよ。普通のこと違うんですって。このっていう感覚なので、はい、はーっとはならないっていう話ですよ。そうなんだみたいな。あ、そうですか、はい、いや僕の中では、うん、あ、このロンリーピープルでも、うん、結局はそこに行くんだと思ったんですよ。そこに行くというと、僕は僕でいいんだ、うん、要はなんかスピリチュアルな世界で言うじゃないですか、はい、いいんだよって、あなたは、うん、あなたのままでいいんだよっていうのは、うん、斎藤ひとりさんも、うん、心屋仁之助さんも言うんですよ。多分いいんだよって。悩みの元が違う気はしますね。どうぞどうぞ。この感情タイプの人は、はい、私こんな私っていいんだろうかって悩んでる、はい、で論理タイプの人は、はい、自分が自分がここの場で行動するにはなんかもうちょっと社交的にならなければならないんじゃないかみたいな感じで、はい、社交的になろうとして、はい、なんか失敗してるみたいな感じなのかなっていう。で結局まあ、社交的にやっても負けるんだから、もうそのまま自分の思ったままにやってた方が良かったみたいな。ってことは、はい、イコール完璧ですよね。完璧人って完璧、はい、
違うのかな、まあ、失敗を経験して、はい、なんかまあみんなそうじゃないですか、経験失敗を経験したら繰り返さないじゃないですか、はいはい、改善してる、減ってきますよね、そうそう、はい、これやると失敗するっていう経験をするから次からしないみたいな。で例えば素の自分ではきっとこんなとこではやっていけないって思ってたけど、はい、意外と別に何の問題もなかったみたいなこともあるわけじゃないですか、はい、うん、いや素の部分も、うん、素じゃない部分も素じゃない部分も、はい、こんなところではこういうふうにいかなきゃいけないって思い込みがあっただけで、はいはいはい、別にそうじゃないこともあるみたいな。あ、舞さん、一回すごく信頼してた大人に大きく傷つけられた出来事があってから人に対してあまり依存せずに考えすぎないように生きやすくなったような気がします、うん、そうやってみんな大人になっていくんですよね。まあそういう経験をしながらじゃないです か、 なんか偏りじゃないですかタイプって、はい、で多分偏りすぎると良くないんですよ。本当よくできてますよね、はい、人ってで偏りすぎると失敗するんで こ, うあここまでいくといけないってこうよくできてると思いません、はい、そうやって考えると、はい、できてますよ。本当よくできてますよね、うん。